はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、というわけで本日もスプラトゥーン2の動画を撮っていきたいと思います。楽しいからのお知らせを使っちゃうあれ、格言でもないお知らせそう、お知らせです、はい、楽しいからのお知らせを使いたくなった動画でもないですね。はい、このお知らせですけども、あ、でも今回は無印を使うんですか？あのね、やってて分かった。はい、スピアが一番いいかもしれない。なんかこう、お茶濁せるみたいなのがいいっていう、ね、うん、そうなるほど。まあせっかくチャージキーパーあるならこう前行きたいっていうのもありますから、うん、そうなった時にイカスピアかなり頼もしいということで、うん、でもこのノーチラスを開拓していくね、研究していく枠なんですか、これは。じゃあ、いや、もう研究はできないと思うもう、うん、打ちのめ、うん、打ちのめだねなるほど、わ、うん、かりました。じゃあ本当に楽しむだけの動画というところで、今ルールはヤグラ行きましょうか。はい、オッケー。オッケー。さあ、ゲットヤグラでございますけども。はいはい。さあ、このね、チラスの、うん、どこが得意なのかな。なんで笑ってんの？ノーチラスでどこが得意なのかなみたいな。どのステージがみたいな。あ、ステージ。うん。あれよ、ミステリーゾーンよ。昔あった。なんかマス目がすごい。あれよかった。月一で活躍できる可能性があるというね、素晴らしいことでございます。最悪でも。いやいやいや、あーダメよー。さて、えでもナイスナイスよ。やっぱ射程もそこそこありますから、それも利用して。飛びたいけどねー。あ、こっち前、いいね、いいとこ飛んだね。味方のいいとこ飛んだの。あ、乗ってるんかい。おーと、コロリン、いいよ。蹴って倒して、さあ2個やっている。いいですよ、グッと入ってザッと当てていく。なんかやられてる。さあ、これはもうしゃあない。センサーだけつけて、とりあえず逃げる。お、逃げれた。あ、よく今のトーピード反応しなかったな。低すぎたのかな、相手の投げ方。さあ、これはもういいよ、ドカンと。まあまあ、待って。ああ、いいね、ナイス、ニョチチャンス到来。さあ、これガンガン、危ない。いいよ、カウントリードしたよ、89。ああ、2落ちか、これダメだ。もう乗らない。そうですね、無茶ができない武器、それがノーチラス。逆に言うと無茶をしなくなるので安定感は出るのでは。ああ、マジか。いや、それ知らない予定だったんだよ。綺麗になってきたね、直当て。さあ、またもや相手のターン来ましたね。さあ、ここで濡れてないと移動もできない。そうね、それがまずいね。できる限りやられたらもう新しい道を開拓しておくっていう。ナイス、いいよ、目立つけて。ナイスだ、いいよ、ナイス。オッケーオッケー、スダ乗らせない乗らせない、ぜひ乗らせないで十分ですね。な、こっち入っちゃった。ああ、いいね、見えてるね。見えてる濡れてないと動けねえ、マジで。そこ一落ちできんだよな。さあ、センサーつけて、スピアで嫌がらせし、ああ、いいよ、ああ、惜しくない。当たんないが、でも、ダメージいったー。もう塗りがないと動けない。ローラーと一緒だよ、もうこれ。だいぶ面白い性能してるな。作ってもらわないと無理。塗りが弱すぎて。作ってもらってやっとチャージキープいかせて、戦いやすくなるというか。戦いが起こる。お互いにセンサーついてるな。おお、ナイス。さあ、あ、いやー、もらった3点しっかりもらったねえ、うん、パッと相手がね、1点、あれ 1.3 でどんぐらいなんだろうな。ナイスナイス、おーよー、ここ取りたいね。さあ、入って、いや、逃がしたくない。あ、ペシペシ、逃がす。このまま関門行きたい。あ、うん、さあ、行けるポテンシャルはある。なんならスピアがあるから乗っていく。だで、乗れないです。あ、でもリードしました、ありがとうございます。ナイス、でかいねー。あー、でかい。オッケー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 、でかいでかいでかい、ここ関門マジでかい。この関門はでかいよ、うん、これはね、知ってる、ノーチラスで、でかいみたいですよ、これは。でかセンサーだけ投げて
逃げ帰るあれ誰だったんだあれセンサーついてるから最後まで来るな。いいよ。でも29、なかなか美味しい数字だけゲットして、守りはどうなの？結構強くないよ守りは意外といけるみたいな感じだと思う。カモンカモン、引かして引かして、いいよ。引かせることで次の準備がしやすくなりますね。ただしかしこの相手の、あ、いい読みだったか。いやー、いい読みだったよね。当たってなかったですか。うん、ちょっと届いてなかった、うん、さあ、そしてこれはね、残り25秒、まずいですね、うん、まずいね、うん、ちょっとまずかったか。うわー、さあ、落ち、残りはノーチラスだけ。何がやべえってね、うん、よしよし、この位置でかい、この位置でかい。あー、でもまあでも寿司マニだから、あー、いや、位置悪いな。あるからね、出してくれ、位置悪いな。センサーつけてやるから、やっといてくれ。ナイスだ。オッケー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 、よし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 、でかい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 、勝てばでかいね。でかいよなんだこれ勝ったらでかい。いや、弱みが出てるな。弱み出してる、弱み出てるマジで弱みを見せる。しゃあ、でもいや、全然これ何もしないよ。はいよ、ギフト。はい、さあ、行きましょう。あれだね、はい、ノーチラスはあの、なんか教材にいいね。教材、うん、どういうこと。いや、さっきの試合もさ、はいはい、割とキル的なのは入ってたじゃん。そうだね。でも仕事量としてはね、大してない、うん、なるほど。まあ、止めるときにちょっとキル取ってたぐらい。はいはいはい、うん、じゃあ、進めるときに何したかって言ったらさ、うん、スフィア入ったぐらいだね、あそこで。スピア入って相手を引かせて、うん、ちょっと戦いやすくしたんだ。そうそうそう、弱いよね、それじゃあね。なるほど、うん、まあ、せっかく能動的な、だから、落としができてないと、相手を。そうそうそう、それを教材あ、だからその、倒してる感じ出してるけど、それ役に立ってない可能性あるよって。そう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 、教えられるわけで。そう、それは役になってないぞっていうね、やっぱ教えかけないと。そんな方法で死にたくないなまあでもセンサーとか効いてんじゃない意外と。まあセンサーが効いてるからノーチラス強いじゃないんだけど。あ、いよいよ今のは良かった。うん、距離を生かせ。あい、はぁ、無理だね、うん、無理だね、もう。ああなると割れてからね、回し始めてるから。そうそうそう、割らなきゃダメだね、絶対はいはい、爆発、スフィアは、スフィアは爆発させないとダメ。なるほど、ね、話にならない、何にもできないもんな、うん、マジで。あ、これ進めていいの？いいよ、もちろん。あ、乗りには乗りやすいんじゃない？そういう意味で乗ってていいやっていう。あ、でもそしたらね、チャージキープかな、せっかくの。あ、でかさ、個性、あ、そう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 、進めれると思うんだけど。そうですね、でも味方的にもまあ乗りやすいのはノーチラスなのかもしれないね、これは。さあ、乗っちゃいましょう。いいよ。まあね、スフィアもあるんで、なんか無理くり3カウントを進めるぐらいできちゃうんで。いいよ、飛んできている。前に行く、はい、そしてスフィア、いける。いやー、前を行く。いやー、死んでる。ちょ、ごめん、俺何もできねえんだ味方だって思わせてる。おー、嫌なとこ飛んでくねー。 OK、OK、OK、 で、じゃあ、あー、移動だ。でもされたらもうどうしようもない、どうしようもないが多いな。うん、いや、見てて思うでしょ、うん、どうしようもないね。普通のシューターだったらこうできた、普通のバレルとかだったらこの位置で打てたってところが、そうそうそう、全部こうやっぱどっちかの難しいところをちゃんと踏襲しなきゃいけないっていう、そこがありますね。さあ、そしてぐーっと巻いて、いよいよ、そして左側リールガンがどんどん打って、真ん中塗って、さあ、ついに進めに行く姿勢ができた。でドン、ああ、いいね、誰と一緒にやって。さあ、ここはヤグラ進めるべく、よ、ちょっかい強いよ、奥にいたね、見えている。あそこにバーロングブラスター、スーッと抜けて、ここで欲しいのはイカスピア。しかし、ちょっと止めて、うっ、おぎょ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 、
さあセンサー投げとけば、あ、来たね二人とも。さあしかも見ている味方がこれは突破しちゃうしかないぜ。いいよ、さあ関門突破に一役買って、味方のデュアルが体勢持ち関係ない。敵ね、敵、あ、敵か。おお、撃つ少ないよ試合中によ。それダメよ。どうも、あー、どうしたっすか。 OK、 あー、いいね。俺はね、もともと勝ってた。なるほど、まあ確かにそこの顔も、うん、スピナーだったらね、スピコラとか、はいはいはい、うん、なら今のキル入ってると思うんだよね。もうちょっと貯めてるから。はいはい、なるほど、まあ、塗りもねあるし、結構、うん、どういうのも戦いやすくもあっただろうけども、こいつはさね、塗り力もなんかね、あのプライムみたいな塗りするんだよね、なんか穴ぼこだらけの塗りがある。そうなの、ね、これはもうね、このまま勝ってしまいましょう。ディアッとですね、このまま上げていって、実はここにいるノーチラス、なんだあいつ、なんだよあいつだったって言うけども、スフィアで、シールド、うん、うん、まあまあこれはね、まあ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 、これはもう、まあでももともと勝ってたからね、なんか回線落ちあったから勝ったみたいな、やめてほしいわ。いや俺じゃない、俺やってない、俺はやってないから。そんなことないでしょ。まあ途中すごくいい場面あったね、うん、センサーで相手をちゃんと見つけてみたいな、うん、ああいうのもできると、うん、うん、はい、昆布トラックにて今日の週いきましょうか。はい、さあノーチラス、意外と会長でございます。うん、こちらも最後も買っていきたい。うん、まずはこのここでいってくるだけ早く、おー、いいね。一旦ね、一旦食べない、一旦待ち出るから、うん、一旦チャージしてね、チャージの強みを、しんしん、うん、帰ってもいい、これ痛い、言うよ、ここで無理しない、ここのマップ地獄だな、ノーチラス、うん、なんか難しそうですね。いいよ、ここは、あーあー、いいね、いいね、あー、うーん、ここのマップ地獄。気づいた、うん、ここのマップは地獄だと、うん、何もできねえわ、やばいな。さあ、あ、いいよ、ナイス、倒すのに時間がかかるんだよ。さあ、いけるか、ナイス、やってくれた。さあ、だから関門突破して終わるのか、このまま。ああ、でも大丈夫、止めてくれた。さあ、初手6、すごく嫌な、うー、さあ、ここで厳しいぞ。とりあえずここからはどう攻めていくのか、まあ、いって、うーん、ているぞ、そこの位置、ナイスナイスナイス、うん、だから後ろから入ってきてる。こうなると数で押されてしまうと厳しいか。さあ、もっと矢倉奪われて、うーん、どうだ、よしよしよし、うん、よし、4で止めている、いいよ、ナイス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 、3落ち、ほぼノックアウト案件来ましたけども、ここでいかにして、いるよ、ちょっと入って、あ、出る、いやだ、あれ着地かな、うーよー、逃げて逃げて、バンと打っていく。ここはスフィアを吐く前、あー、もったもった、ちょうど溜められましたけども、とりあえず関門、いやそこでジェッパー打つと関門すまないよね、先にね、関門開けておきたかった。さあ、そしてぐーっと入って右側、あー、ひどくなれて見えている、下がって、さあ、タスカリーノ、あー、いいよ、あー、危ない、いや、マジでトーピードが無理。トーピード厳しいな、もともとやっぱね、多分バレル系も厳しいんだろうけど、普通にスピナー系全部もう散らすと、特にこのチャージをね、失ってしまうのが厳しい。あ、いいよいいよ、さあ、どうするの、ここでグーッと入って、はぁ、ナイス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 、危ない、ずっ、よし、さあ、
止めて、いいよ、よち、こっからどう進めていくか、もう乗るっきゃない、このステージ。もうち、足元のよりゼロなんだよ。いいよ、関門到着。プレッサー打ってこない。マジ？これはラッキー。これやっちゃってるよ。あー、今来た。いやいやいや。なんか後ろにいるけど。見えたよ。いや、3落ち。なぜ前で頑張ってたんだけどね。いやもう東北ピードマジでやめてくれって、東北ピードだけはやめてくれ、頼む。やる、あの、でかい、でかいけど、でかいけど、頼む、傘やってくれ。あー、いけ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 。さあ、ついに前にノーチラスが行く。いいよ、行くオブザノーチラス。うんと下がってねこれね、リロードがねリロードタイムが息吹をね、どうしよう、吹きすぎなんですよ。ないよ、ナイスだ。残りさ、1個だけカモン、微妙な高さ。さあだけど登って、見えてる。さあここは強く踏みしめていく。もう無視して、ここで滑っていきます。そして乗る、乗って爆破して、いやいや、今もない、これ乗んないで、最後ここを終わらせるわけにいかない。もうこのチャンスしかない。残り15秒、時間もわずか。無理だ、プレッサーを使われた。しかし生き延びる、生き延びれば逆にプレッサーはない。傘が邪魔すぎる。ナイス、いける、もう一個スピア。いやもうちょっと、いける、よし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 、絶対勝てない試合だった。味方が頑張った。俺マジで何もしない。あたふたして、やがって、まあ、強いて言うなら死ななかった。そうだ、いや、あのプレッサーのところで生きてたのすごいでかかったね。あー、素晴らしい。よしよし、はい、というわけで、はい、のちやす、うん、ね、使ってやぐらやりましたけども、はい、いやでもいい試合でしたね。いや最後のはね、よかったねまあ、味方がよかった。まあまあ、だからのちやすやることがないなりに頑張りましたという部分ですけども、やっぱり厳しかったか。厳しいよね、だから役割がないんだよな。なるほどね、ボールドみたいにね、こう、これではこういうことができちゃうようがあればいいんだけどね、それもまだ見つかってない。見つかってないっていうか、無理なんだよな特徴がない。うん、いや、特徴はあるのよ。なるほど、ね、チャージキープして、うん、で、前にも出れるし、なんか、うん、ね、スピナー。いやいや、めちゃくちゃ迷ってるじゃんオロオロしちゃってるじゃん。いや、もうね、うん、まあ、改善点を挙げるとするなら、はいはいはい、チャージキープをなくす、射程を伸ばす。いや、じゃあバレルでいいじゃん。だ、そうなの。いや、なるほどね、うん、バレルのなんか、バレルをちょっと使いづらくしちゃったみたいになって。そうそうそう、なるほどね。チャージキープ残すなら、うん、もっとチャージ早くしてくれないと、とっさの場面での打ち合いが無理。なるほどね、うん、あとやっぱイカ速とヒト速をどっちもすごい乗せれるようにしてほしいね、やるなら。せっかくチャージキープあるならさ、うん、ガーっていきたいじゃん、うん、クーゲルにやっぱまだ勝てない部分がいっぱいあるでしょ。だってクーゲルで、いや、クーゲルは近距離も強いし、うん、射程もあるしで、うん、あっちの方がなんかコンセプトとして、しっかりしてるよね。確かにそうだね。っていう話をもう半年ぐらいしてるんですけど、このノーチラス出てから、うん、いや、俺はもう2終わるまでずっと言うよ。何だったんだ、あの武器は。なるほどね、うん。で、3であるならば改善しててほしい。そう。なかったらもう、しょうがない。しょうがない。という武器でございますけど、まだね、使って楽しい武器ではある。うん、楽しいんだよね。楽しいんだよ。そう、楽しさを皆さん、実感してみてください。はい、というわけで、ここまで見ていただいてありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。お願いします。というわけで、またお会いしましょう。さよなら。さよなら。チャンネル登録お願いします。